情報配信アプリカグラのご紹介です。神谷総平の日々の活動をアプリカグラというアプリで配信をしておりますので、ぜひ皆さんダウンロードして情報を取ってください。そちらの方は毎日無料で配信しています。また音声メルマガデイリー神谷というものも365日配信しておりますので、そちらの方は神谷総平のホームページから詳細を調べていただいて情報を取っていただければと思います。 SNS の配信だけではなく、もう少し私の思いですとか日々の活動、それから参政党の活動ですね、そういったことについての配信を毎日行っております。ぜひそうしたツールを使って神谷総平の活動を応援してください。CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日も親子で学ぶ偉人伝をお送りしていきたいと思います。高橋直樹さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。します。はい、今日は樋口喜一郎さんについて取り上げていただくということですね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。戦時中にユダヤ人の命を救ったということでは、映画化された杉原中年が大変有名ですけれども、はい、うん、もう一人、陸軍の中将で樋口喜一郎という人物がいたと。はい、もう樋口喜一郎忘れちゃいけませんよということで、まあ、今回ですね、偉人伝シリーズということで、その中のお一人として選ばせていただきました。はい、この樋口喜一郎中将、大日本帝国陸軍の中将でして、小良い勲位と、ポーランド復興オフィツェルスキー十字勲章、これポーランドからいただいた勲章、はい、でポーランドと戦争をやっていたのが、戦争をやっていた相手でありますドイツからも勲章をもらっていて、ドイツの和紙勲章功労十字聖章という勲章ももらってる、はい、だからもう本当に右からも左からもいろんなところからも大変な、うん、大変に高い評価を得ている人物であります。この樋口喜一郎は何をした人物か。まずオトポール事件というのがありました。これはドイツを追われたユダヤ人たちがシベリア鉄道を使って、満州の方まで逃げてきた、逃げてきたんですが、満州国の国境で足止め食らっちゃうんです。足止め食らっちゃったっていうのは満州国の中で入国させてもらえない、はい、なんで入国させてもらえないかというと、満州国がこのユダヤ人を入国させるということは、まあ、当時破竹の勢いだったナチスドイツ、ドイツ帝国に対して歯向かうということになる、うん、そうするとドイツと満州が戦争になってし、戦争になることになってしまうと。したがってこのユダヤ人の難民たちを満州としては受け入れることができないっていうことになったわけです。はい、でこの時に、何とかしてくれっていうことで泣きつかれたのが樋口喜一郎中将だった、うん、はい、で樋口喜一郎はどうしたかというと、それはこれはその政治、その政治問題ではない、ドイツと満州帝国の政治問題ではない、そうではなくてこれは難民を救うか救わないかという人道問題です、うん、ということで当時参謀長だった東条英機さんのところに、このようなことが現在起こっていると、マイナス40度のね、寒いところでユダヤ人の人たちが今難民となって苦労していると、これを何としても救いたいということで了解を求めました。で、すると東条英機参謀長、樋口分かった、あとは俺に任せろと言って、で全部の責任を俺が取るからお前は好きなようにやれというふうに言ってもらえた、はい、ということで、この東条英機と樋口喜一郎という二人の人物が関与することによりまして、約2万人だと言われています。この2万人のユダヤ人の命が救われたということがありました。大変にこれも大きな事件であったわけです。もともと樋口喜一郎中将はユダヤ人が難民となっているということについて、これはそれはいけないことなんだということで、はい、実は極東ユダヤ人大会なんかで演説もしてるんですね、うん、この時の演説が今でも残ってるんですが、ちょっとこれもう素晴らしい演説なんで読み上げたいと思います、はい、諸君、ユダヤ人諸君はお気の毒にもいずれの世界の場所においても祖国なる土を持たぬ。いかに無能なる少数民族も卑しくも民族たる限り何ほどかの土を持っている。ユダヤ人がその科学、芸術、産業の分野において他のいかなる民族に比べても劣ることなき才能と天分を持っていることは歴史がそれを証明している。しかるに文明の花、文化の香り高かるべき20世紀の今日、世界の一隅においてキシネフのボグロム、これキシネフのボログムっていうのは1903年のことなんですけども、帝政ロシアの領土であったところでユダヤ人の虐殺、はい、これロシアがユダヤ人を殺したという事件があったんですね。
まあ、そのことを言ってるんですが、キシネフのボグロムが行われ、ユダヤ人に対する追及または追訴法を見つつあることは、人道主義の名において、また人類の一員として私は衷心悲しむものである。ある一国は、この町からざる分子として、法律上同胞であるべき人々を追放するという、これはユダヤ人を追放するということです。はい、それをいずこへ追放せんとするのか。追放せんとするならば、その行き先を明示し、あらかじめそれを準備すべきである。当然のこの処置を講説しての追放は、刃を加えざる虐殺に等しい、うん。私は個人として心からかかる行為を憎む。ユダヤ人追放の前に、彼らに土地、すなわち祖国を与えよう。という、そういう演説をして、はい、もう会場万来の拍手で、うん、日本のあの軍人さんがね、これだけのことを言い切ってくれたということで、はい、もうユダヤ人を応力するんですね。うん、でこんなようなこともあったところにオトポール事件が起こって、はい、ユダヤ人、まあ、樋口喜一郎さんとしてはもう絶対断固助けるということで、うん、その決断のもとユダヤ人の命を救ったということがありました。はい、うん、それからその後に今度はあのキスカ島の撤退作戦というのがあるんですね。はい、これはあのアリューシャン列島の中に、アッツ島、キスカ島という島がありまして、はい、そこに日本が軍隊を派遣していた。これはあの滑走路を作って、まあ、あのそこを飛行場にするということで軍隊を派遣していたんですけれども、ところが、アッツ島が玉砕しまして、キスカも放っておいたら日本 の, あの、軍人さんたちそこで全員死ぬことになってしまうと、アッツと同じようにね、ということで何としてもこれを迎えに行って船に乗せて救出しなければならないということになったわけです。で幸いあの、春から夏にかけてアレクシア諸島のあたりってのはものすごく深い霧、もうこれはもう3メートル離れたらもう見えないっていうぐらいすごく深い霧に包まれるっていうのがあって、この深い霧に紛れて、はい、何としてもこのキスカの日本の兵隊さんを救出しなければならないということになったんですが、なかなかですね思うように霧が出てくれない。で途中で船が故障したりとか、いろんなもう途中で事件があるんですね。で、まあ、この時に海軍で船の指揮をしていたのが木村中将っていう方だったんですけども、もう海軍の中でもうあの木村ダメだと、あんな奴に任せるからダメなんだと、国にしろみたいなことまで起こるんですが、樋口喜一郎は木村中将でなければならん、もうそれ以外だったらまあ頼まんまで言い切っちゃって、はい、でやりました、やりますってことになって、木村中将もう決死のあの救出作戦に行くわけです。そしたら救出作戦、あの、まあ、一番その船の送還に厳しいのが、湾の中に入ってから狭いんで船同士がこう衝突しちゃう危険があるということで、そこが一番厳しいところだったんですけれども、この日本のね海軍の船が湾の中に侵入していったら、その時だけ湾の中の霧がスーッと晴れるんです。でその霧が晴れてる一瞬の間に、もうあの全員を軍人さん、キスカ島にいた軍人さん全員を全部船に乗っけて、はい、そのままさーっと去るんですね、うん、誰一人知らなかった、うん、という、まあ、こういうキスカ島 の撤退作戦を成功させたという、はい、そういう実績があります。さらに終戦の、はい、昭和20年の8月の9日になりますけれども、この時にソ連軍がいきなり対日参戦をしてくる、うん、日本のカムチャク、北方領土のあたり、カムチャッカ半島ってありますけれども、カムチャッカ半島から千島列島にかけて、そして樺太の南半分が日本の領土だったんですが、この南半分の樺太に対して、ソ連が軍隊を進めてきたという事件がありました。はい、この時にあの実は、カムチャッカ半島の一番近い千島列島の島がシムシュ島という島だったんですけども、うん、実はそこにですね、日露っていうあの缶詰の会社あるじゃないですか、はい、あれの缶詰工場があったんですね、うん、でこの缶詰が北方のお魚さんの缶詰となって、まあ、あの南方戦線も含めてあちこちに散らばっていた日本の軍人さんたちの大切なタンパク源になっていて、はい、日本国内でも本当に貴重な食料になっていたんです。でこの缶詰工場で働く400人の女性の従業員がいたんだそうですね、うん、でそこに、まああのソ連が、はい、来襲したということになりまして、とにかく何が何でもこの女の子たちを救出しなければならないということで、まあ、いうことになった。ところがそれが攻めてきたのが8月の17日なんですよ、はい、8月の17日って言ったらもう終戦が8月の15日ですから、
まあ、日本側としてはその中東、シムシ島にいた兵隊さんたちはみんな別れの杯、最後の乾杯やって、で一杯飲んで気持ちよくなってみんな布団に入った時に、うん、突然夜中にドーンドーンと砲声が上がるんですね、でこれでこうあの海に捨てた弾薬や戦車をもう一回引っ張り出して、でなんとか動くようにして、で、まあ、戦いに挑んでいった。戦い勝っちゃうんですね、でこの時に断固戦うべしという命令を下したのが実は樋口清一郎、もう本当は、ね、終わってるから戦わないっていう選択もあったんですよね。そうなんです、断固戦うという選択をして、この時の樋口清一郎中将の責任は俺が持つ、断固戦うべしというこの決断があったがゆえに、実は今日本の北海道が日本の領土になっているという、北海道にいる人たちがみんな日本人となっている、そして共産主義革命が起こった時の虐殺を経験しないで済んでいるというのはこの樋口清一郎中将の決断のおかげであったと。だから本当に大変な人物なんですね、で、まあ、戦後もそのまま生き残られましてね、まあ、本当に、まあ、元陸軍の将校たちってのはもう戦後もう給料 も与えられなくて大変な苦労するんですけども、まあ、最後82歳でね、1970年にお亡くなりになったということであります。このね、シムシ島の戦いとかも皆さんあんまりご存じないんですけど、やっぱり北海道にとっては非常に重要な戦いで、北海道の千歳の駐屯地なんか行くとですね、ちゃんとシムシ島の戦いとかで展示もあるんですよね、自衛隊の基地の中にね。ああいうところに配属された方々はやっぱり知っておられると思うんですけど、やっぱりね、やっぱりその当時のソ連のね、侵攻っていうのは凄まじい勢いでしたから、それをね、体を張ってやっぱりもう激戦でね、少数の兵力で止めてくださったっていうのは本当に国を守ってくれた、北海道を守ってくれた恩人ですよね。だからね、それこそね、この間長渕剛さんじゃないですけどね、あの北海道の土地売ってる場合じゃないんですよね。そうですよね、ね、先人が守ってくれた土地を、もう長渕さんありがたいね、もうコンサート会場でね、もう北海道の土地守ろうよ、守るぜみんなっつって言ってくれて、もう万代の拍手になりましたもんね。そう、やっぱりああいうアーティストとかね、芸能人の方々が、まあ普段日本の芸能人の方は政治に触れないですけど、海外だったら普通にみんな意見言うわけですよね。で、影響力あるわけですから、そういった方々がやっぱりね、こうやって声を上げてくださることもすごくありがたいし、そしてそういった時にね、やっぱりこういった歴史の知識があったり、偉人のね、偉業を知っていれば、それもね、引き合いに出して我々自分たちを鼓舞することもできますので、ね、今生きてる著名人の方のメッセージも欲しいですけど、我々亡くなった方からもそういう勇気をもらえるので、ぜひですね、こういった番組繰り返してみて、特に親子で学んでもらうというコンセプトなので、お子さん方にこういう人いたんだよということで、まあ、樋口さんはね、今お孫さんなんかも講演されていらっしゃいますし、あと絵本っていうか漫画、アニメですね、アニメじゃない、なんだ、漫画。もう僕もいただいてますけど、そういうのも書かれてるんですよ、樋口さんの漫画。あ、本当に、あるんです。そういう小冊子もあるので、ぜひですね、皆さん調べて手に入れられたらいいんじゃないかなというふうに思いました。お孫さんとは一緒にね、動画撮らせていただいたこともあるの。私もこの間ヤマトユダヤ友好協会、変な塔がですね、私がそこ入ってるからって言って叩くんで、もう迷惑かけたくないんでやめたんですけど、そこの1階の総会の時に樋口さんのお孫さん来られて、まあ、日本とイスラエルの友好団体なんですよね。ね、だからそこの時に講演していただいて、ちゃんと思いが受け継がれてるんだなっていうのを聞かせていただいたことがあります。ということで今日は樋口清一郎さんについてお聞きをしました。ありがとうございました。ありがとうございました。